障害を持って生まれる子どもたちが今すごく多くて、その子どもたちは今自分たちの様子を見て、未来自分たちがこうなっていくんじゃないかなって、やっぱそれを、そこしかやっぱ想像ができないわけですよね。加藤健一さん、38歳。筋ジストロフィーという全身の筋肉が衰えていく難病を抱えながらも、バリアフリーの可能性を広めるべく活動をしている。障害者だからこうできないとか、健常者の方々も障害者の方だからこれをやらないよねとか、子どもたちにとっても、あ、こういうこともできるとか、お互いのその垣根をやっぱり壊していくっていうところがやっぱり一番大事なのかなと思います。障害を持って未来を生きていく子どもたちのために、健常者と障害者の垣根をなくしたい、その心に持つ強い信念を書いてもらった。固定観念を破壊することです。新しいものを作るには、今あるものがこう、例えば捨てるだったりとか、その壊してまた新しいものがその生まれたりするものだと思うんですよ。なので今あるものをぶっ壊して、そこから新たな価値だったりとか、今こう自分たちのこう社会にこうないものをなんか築き上げてるんじゃないかなと思うんですね。いろいろやられてるわけですけど、具体的にどのようなものがありますか？知ってもらうことからやっぱり全ては始まるものだと思っていて、2014年から障害者の外出促進事業としてブルーペイント大作戦といって、あの車椅子のマークが入っている注釈額をどん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 街の中に作っていこうというイベントで、いろんな方々が混ざり合って一つのことを成し遂げるっていう部分で、不得意な部分を周りの方々がサポートしたりとか、新たなその交流が生まれたりとか、お互いのその理解にもつながって、それが心のバリアフリーにつながるんだと思うんですよ。フライングジーンズの開発に関わるにあたって、加藤さんはそれまでの洋服に感じていたことを教えてくれた。僕の場合ですと、もう完全に立つことができないので、洋服をこう着る、こうズボンを履く動作もやっぱり難しかったりするんですよね。洋服はそしてこう立ってこう履いたりこう着たりすることで、まあ綺麗に見えたりするようにデザインがもともとされているところもあるので、座ったままの姿勢でこう洋服を着るとかっていうのはやっぱり難しいんですよね。という部分で、やっぱ自分たちが履きたいものよりも履きやすいもの、履かせやすい服であったりとか、そういうこう元々のその服を選ぶところからその焦点がこうずれてしまっているのが、今の健常者と障害者とのやっぱり違いというところがあると思うんですよね。フライングジーンズのコンセプトは、座って最高に気持ちいい。障害の有無に関わらず、すべての座る人へ向けて作られた。もともと僕もそのこう服とかやっぱり好きですし、いいものを着たく着れば、まあ、外にこう出やすく、まあ、出てみたくなったりとか、なんかワクワクするじゃないですか。それって健常とか障害とか関係なく、やっぱりみんなにあるものだと思うんですよね。洋服ってまだまだもっとこう人を元気にする力っていうものがあると僕は思っていて、でそのこのフライングジーンズにやっぱその思いを乗せて、履きやすくまたおしゃれで周りから見てもかっこいい、そんな風に言ってもらえるようなものが出来上がると、まあ、これを着てまた外に出てみたいな、そんな風に思ってもらえるんじゃないかなと思って関わらせてもらってます。健忘になんでこんなパンツ履いてんのみたいなところに始まって、子供たちにもなんかワクワクして一緒に出てみたくなるような、なんかそういう風なものにこれから新しくまたつながっていけばいいなって思うんですよね。やるな健忘すぐ泣いちゃうんだけどさ。